の日、2000年という歴史を全く変えてしまうようなあの事件の後も、私は世界がよく知る姿であることを望みました。そして私はモノポリス社の総帥として忙しい日々を過ごしていました。アニータ様、お疲れ様でした。私はこれで戻りますが。お疲れ様。私は少し休んでから戻ります。アニータ様、わかりました。ですが、あまり無理はなさらぬように。信じていました。絶対にあなたは帰ってきてくれるって。2000年前の事実が変わって、あの10日間もなかったことになりました。だけど私は信じていました。長い時を超えて再び巡り会えるって。前にユリーさんが言ってましたよね。未来は決まってないけど、そうなることを望むからその事実が起こるって。だから私はあの戦いの間からずっと望んでいました。もう一度出会えること、あなたに抱きしめてもらえること。おかえりなさい、愛しいあなた。